ダッセル・ウィリアム・ノーマンはニュージーランドの政治家、環境保護活動家。彼はニュージーランド議会の議員であり、女性であるメティリア・トュレーと共に緑の党の共同代表となっている。ノーマンはオーストラリアのブリスベンに生まれ、医学校からドロップアウトした後、数々の未熟連職を転々とした。1997年にニュージーランドへ移ったが、 これはニュージーランドで成立した、いわゆる赤力連合を目指していた政党アライアンスを見るためであったという。ノーマンはアライアンスを題材に政治学の PHD 論文を書き、この政党のニュースレターの編集活動に積極的に参加した。オーストラリアに住んでいた頃、ノーマンは革命的マルクス・レーニン主義党派である民主社会党に数年間関わっていた。 ニュージーランドでノーマンは有機農業に関わるようになり、緑の党のオークランド支部で活動するようになった。その後、緑の党の国会議員であったスー・ケッチリー、南道タンチョス、キースロックの助手を務めるようになった。2002年から2004年には党の調査員となり、2005年の総選挙の前には全国運動責任者となり、その後は全国統制拡張コーディネーターとなった。 ロッド・ドナルドの死を受け、ノーマンは緑の党の男性共同代表に立候補した。2006年6月3日の年次党大会において、ノーマンは全国の選挙区代表による短期常識投票によって、タンチョスやデビッド・クレントン、元議員のマイク・ウォードラを抑えて当選を果たした。ノーマンは2002年の総選挙にリムタカ選挙区から出馬したが、4位に終わった。 この選挙では、緑の党の比例代表候補のリストの7位に搭載されていた。2005年の総選挙では、選挙区からの出馬はしなかったが、緑の党の比例代表候補リストの10位に搭載された。2008年6月27日、タンチョスの議員辞職を受け、また、名簿順位が、ノーマンより上位だったウォードとキャサリン・デラファンティの当選自体により、 ノーマンの繰り上げ当選が宣言された。2008年の総選挙では、ニュージーランド労働党の上級閣僚、アネット・キングと同じ論語大選挙区から出馬した。選挙区での結果は3位に終わったが、緑の党の名簿では2位に搭載されており、再び国会議員となった。ノーマンは、ヘレン・クラークの首相辞任を受けて行われた2009年の、 マウントアルバート選挙区の補欠選挙にも出馬した。結果は12.09%の票を得て3位となった。2010年6月、ノーマンはニュージーランドを訪問していた当時の中華人民共和国副主席、習近平らの代表団に対してチベットの雪山指揮を掲げて抗議行動を行った際に中国側の警備要員に暴行されたと主張した。ノーマンは ニュージーランド警察とニュージーランド議会議長に対してこの襲撃についての苦情を申し立てたが警察は彼の主張を裏付けるだけの証拠を集めることはできなかった2011年の総選挙でもロンゴ大選局から出馬し再び3位に終わったが得票率は20.18%となったまた2位に搭載されていた比例代表名簿により参戦を果たした 現在、ノーマンは、パートナーで、アンナ・パキンの姉であるカティア・パーキンと、彼女の間に生まれた息子タグと共に、破体体に住んでいる。2012年、ノーマンは、デビッド・シアラーと共に、ガン撲滅運動のキャンペーンの一環で頭を剃ったが、その際、15歳の時に、悪性黒色腫を額から除去する手術を受けた時の10センチメートルほどの傷が残っていることが、明らかにされた。 ありがとうございます。